氷の城壁。で、そん時の先生がやばくてさ。ちょっと。え？これ、さっき先生が渡しといてくれって。ありがとうございます。した、した、した。怖っ。今の誰？うちのクラスの氷川小雪、通称女王。は？なんで？クラスの誰ともつるまねえの。俺今日初めて喋ったわ。え？もう2学期終わんのに？いやだって、いつもすげえ不機嫌で誰も近寄んなオーラ出してっから。無理。あれはもう潮通り越して氷だから。ああ。10分休みも1人、昼休みも1人、クラス行事もだんまり。うちのクラスおとなしいやつしかいねえから誰も話しかけねえし、だいぶ浮いてる。確かに聞きつそうな顔。ヤンキーはこの高校来れねえか。ほんと空気悪いし、外れクラス。早くクラス替えして、そして次は安住さんと同じクラスにしてください、神よ。冬だな。2学期も残すところあと少し。3学期が終われば高校1年が終わる。本当に何もないまま。それでも。前よりはマシだ。何もない毎日、平穏な毎日。けど、このままでいいのか。これ、田中に渡しといてちょうだい。え。人からどう見られてるとか今更どうでもいいけど、あんな顔されるのはさすがにちょっとな。一体私の何がそんなに怖いんだ。もしかして、顔？表情筋。ごめんごめん、何してんのか気になって。二組の氷川さんだよね。え、なんで知って。目立つから知ってるよ。独身術。みなと、どうした？なんか叫び声したけど。お、ヨタ。え、ちょっと何女の子いじめてんの。やだ、最低。違うから。大丈夫？立てる？はい。立場なし。あ、どうも。で、でかっ。ぬーん。でかって思ってるな。この度はうちのやんちゃ坊主が失礼しました。おい、人聞き悪いな。だから俺は何もしてねえって。え、そんなの？っていうか、氷川さんってクールなイメージあったけど、結構面白い顔もするんだね。え、脅かしちゃってごめんね。じゃあまたね。うん。釣られて。ああ。目立つ。クールなイメージ。なんかいろいろ言われたような。まあまあ。よそのクラスの人にまでそう思われてんのか。相当だな。っていうか、あれ、誰だっけ？こじらせ高校生たちの青春スクールライフ、氷の城壁、全117話、好評配信中。
全部が真逆なカップルの共感マックス等身大ラブコメ、アガサワ紅茶正反対な君と僕も大好評連載中。集英社。